うずつ。どうも、シャレ神戸万博です。小玉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、400字以内で自由な形式で書かれたインスタントフィクションの世界を早速覗いていきましょう。はい、お願いします先生。お願いします。はい、こちらこそお願いします。いやいや、あ、お願いします。お願いします。あ、読んでください。もういい、はい、はい、ありがとうございます。今回はこちらですね。はい、浮かれたアホのうさばらし。はい、くる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 夢の中回り回って行き着いたある職場での備忘録、見たものすべては一様のありきたりな人模様、モラル押し付け管理職、わがままのたまうハゲ頭、それを担いだ和コード紡ぐ、見るも無残な怪異端、救われるものは意もせずに、さりとて孤独なものもなく、至極平和なありさまに、俺は刃物を突き立てた、まずは管理職の神戸にば、次はハゲた頭にも、最後は和コードどもの心臓に、そして誰もいなくなる、残ったものは残骸と夢見がちな俺一人、くる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 遠ざかる俺の意識はまどろんで、醜悪極まるこの惨状、けれども心は晴れやかに、次はどんな事柄を演ずることができるかと、後のことをも知らぬまま、一人をもって俺を行く、目が覚めた僕は不快感を覚えた、体を起こすとそれが寝汗によるものだと気づかされた、ふと枕元に置いた時計を見ると午前8時を示していた、やばい遅刻する、僕は布団を跳ねのけた、という作品ですね。なるほど、まあ、独特のなんかね、そうですよね、リズムで進行していく、しかもちょっと古めかしい、そうですよね、うん、文章なんですけど、うん、なんかどういう世界なのかなっていうふうにね、気になる面白い文章ですよね。気になりますね、確かに。さらに読み進めていきましょう。ちょっとお願いします先生。はい、まあ、この浮かれたアホっていうのは多分自分自身のことを言ってるんでしょうね。でしょうね、うんうん、そして、まあ、これ重要ですよね。くる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 夢の中と、はいはい、回り回って行き着いたっていう、こういうくる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 回転していくみたいなイメージとか、回り回って行き着いたっていうのはなんとなくこうアニメとかでいくとファン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 みたいな、こうなんか空想の世界に行きますみたいな、確かにそんなイメージが湧きますね。湧きますよね。夢の中でこういうことを考えていると、ある職場での備忘録、見たものすべては一様のありきたりな人模様、何もかもありがちでどっかで見たことあるようなことしか起きてない退屈な、 なんか職場みたいな、でモラル押し付け管理職、まあ、管理職に対するまあ不満みたいなものが ね、 そうですね、モラルを押し付けてくる管理職というものがあると、はい、でわがままのたまうハゲ頭って、まあ、上司のことなんですかね。ぽいですね、うん、それを担いで和コード紡ぐ、そうですよね、まあ、おべんちゃら言ったりとかしてるような、まあ、若者が紡いでいく、見るも無残な怪異端っていう、まあ、怖い話ですよみたいな、はははは、救われる者もおらへんとでも孤独なやつも別にいないと、はいはい、で、まあ、至極平和な退屈な、はい、でも本人としてはなんか放っておけないようなちょっとストレスがたまる状況、うん、職場に俺は刃物を突き立てた、なんですね。怖いですね。こっからですよね。まずは管理職の神戸にば、これ神戸、まあ、普通に読むと首なんですけど、はい、あのここまでのリズムを見ていくと、まずは管理職の首にば、次はハゲた頭にもだとちょっとリズムが崩れるんで、おそらく確かに一定のリズムですね。そう言われてみれば、そうなんですよ。で最後はおこうどどもの心臓に、そして誰もいなくなる、まあ、自分のなんか同世代の人にも刃物をね、はいはい、突き立ててしまうと、でそして誰もいなくなると、そうですね、うん、
夢見がちな俺一人、うん、まあこういうふうに、はい、基本ずっと一定の七五調のリズムでね、七五調、はい、うん、例えば俳句とかだと五七五ですよね、はいはいはい、短歌だと五七五七七ですよね、はいはい、五音と七音で構成された、うん、文章を七五調、あ、そうなんですね、とか五七調って言うんですけど、へー、日本人のね体感にすごい合うんですよね、なんか確かに言ってて気持ちいいっていうか、はい、そうですね、でドア頭からずっと七五調でここまで行くんですよ、うん、はい、ここでまあ目が覚めると、ここまでが夢の中なんですよ、うん、ずっと七五調で進んでいくんですよ、うん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 、こんな怖いことを僕たちが親しみのある、うん、日本人が親しみのある五七調で進行してるっていうのが不気味なんですよ、うん、そうですね、うん、例えばなんか怖い映像の中になんかむちゃくちゃ親しみのある優しい歌流れてたらなんか余計気持ち悪くないですか、あ、確かに、ああいう不気味さがこの文章にあるんです、それはもちろん計算された上で自覚的にこういう表現を取ってる、そういう文章にもあるんですね、そういう演出っていうか、より伝えるため、はい、もちろんあります、で目が覚めるとね、うん、ここで一気にリズムが変わるんですよ、そうですよね、こっから、はい、目が覚めた僕は不快感を覚えた、一気に三分になるんですね、うん、はい、体を起こすとそれが寝汗によるものだと気づかされた、うん、ふと枕元に置いた時計を見ると午前8時を示していた、はい、やばい遅刻する、僕は布団を跳ねのけた、うん、ってありますよね、うん、あ、よかった、これは夢だったんだと、そうですね、残酷な夢を見ていただけなんだと、ここからいつも通り日常が始まるんだ、うん、っていう感じするんですけど、でもこの一番最後見てください、やばい遅刻するなと、僕は布団を跳ねのけた、え、これまた七五調に戻ってるんですよ、本当だ、っていうことはこっちは夢の世界、え、でここは現実、うん、じゃあここはって話なんですよ、現実じゃないんですか、現実なんですけど、うん、夢の中とリンクしてるから、もしかしたら、うん、今から会社に行って、なるほど、夢の中で見たようなこの残酷なシーンが再現されるかもしれませんよ、うん、っていうことを示唆してるんですね、すごいですねこの文章、そうなんですよね、絶対そうだ、面白いですよね、はい、このリズム、うん、まあ、俳句が五七五、川柳も五七五、あと短歌とか和歌は五七五七七ですよね、はい、やっぱ五音七音がすごい気持ちがいいと、だから意外と僕たちが子どもの頃歌ってた童謡とか、うん、で割と五音と七音で進行していくものが多かったり、現代の音楽でもいっぱいあります、現代でもあります、はい、例えば米津玄師さんのフラミンゴっていう曲も、うん、あの意識的に五七調で、意識的に、はい、作られてたり、タイトルで言うとマジで恋する5秒前、タイトルもですか、マジで恋する5秒前ですね本当だ、あ、確かこれ言ってて気持ちいいですもんね、はい、100人乗っても大丈夫、はい、言ってみなさい、100人乗っても7大丈夫、5です、稲葉もの大き7 じゃあ子供の頃何かありますか、子供の頃よく聴いてた曲とか、いやそれはやっぱりドラゴンボールとかキャプテン翼のその主題歌とかは手に入れろですよ、はい、ゴー、ドラゴンボール、うわ七五調じゃない、びっくりしてるじゃんだいたいそうなんです、おー、うん、そっからずれると気持ち悪かったりするんですよ本当に、確かにね、うん、だから僕らがなんか頭に残ってんなっていうの、ウルトラソウル、ソウルとかね、ビーズのそして輝くウルトラソウル、うん、気持ちいいですねあそこ、あとドラえもん、それがどうした
僕ドラえもん、これ77なんです、どちらも。なるほど。ってことはこの前に五七五がつくと七七単価になっちゃう。単価になっちゃう。だ単価は五七五七七でしょ。はいはいはい。だからなんか小玉さんが知ってる川柳でも俳句でも五七五があればその後にそれがどうした僕ドラえもんがつくと、はい、できちゃうんです。じゃああのあれです。織田信長の、はい、泣かぬなら、はい殺してしまえホトトギス。あれそうですね、はいはい、泣かぬなら、はい、殺してしまえホトトギス、うん、それがどうした僕ドラえもんです。どういうことですか。は全然意味わかんないですけど、どういうこと。ドラえもんやからそんなことはさせませんよってことです。ここで道具が出るんです。え耳トギスっていう道具を出すんです。ドラえもん耳トギス、耳トギスって出して織田信長が、うん、んあホトトギス泣くじゃないか、うん、泣かぬと聞いていたが泣いたじゃないかって帰っていくんですけど、うん、それは実はホトトギスが泣いたんじゃなくて、うん、道具の耳トギスっていう耳の中でホトトギスが泣いてるように聞こえるっていう道具を出すことによって信長をこうなんていうんですか満足させたっていうね。ドラえもんはどんなことでも対応できますよっていう歌が自然とできちゃうここで。ドラゴンボールでやめといた方が良かったですね。ちょっと行き過ぎちゃったな、うん、よくわかんねえもん。耳とぎすって耳とぎす、沖縄にはですね龍華っていうものがあるんです、はいはいはい、琉球の龍に歌と書いて龍華、うん、龍華は、うん、基本形が8886なんです。え全然違いますね、うん、3つ8と6で386って言われるんですけど、うん流歌を一回作ってみようかなって私挑戦したことあるんです。はいはいはい。すごい難しい。いや確かになんか想像つかない。やっぱ自分の中に8っていうリズムがどういうものかっていうのをまだ落とし込めてないんです。でも沖縄の方言とかで言うとあいうえおの中のいくつかがいがえに吸収されてたりっていう特徴のある発声法の、はいはいある言葉やからそれでいくと八音がすごいハマったりするんですよリズムが。へえ、面白っていうのがあって、うーん宮沢和美さん、はい、元ザ・ブームの私はすごい尊敬してる、うん、ミュージシャンなんですけど、はい、宮沢和美さんは標準語で流歌をやってるんですけど、え宮沢さんは普段から音楽に慣れ親しんで、うん決められたメロディーの中に言葉を当て込むっていうことが日常的にやってきたから標準語でも作れちゃう、うん、要は音なんですよ、はあはあはあ、リズムなんですよ言葉っていうのは、うんうんうん、っていうのがあって有名な曲島唄っていう曲がありますよね。そうですありますね。ザ・ブームの、うん、私ある記事で見たんですけど、はい、歌詞の中でですね、うんガマの中で自決した2人を歌った部分があるんです。ガマっていうのは、地下の防空壕みたいな場所ですね、はいはい、その箇所がウージの森であなたと出会い、はいはい、ウージの下で千代にさよならっていう下りなんですよ、はい、でこの島歌っていうのは、我々が普段使っているドレミファソラシドっていう音階ありますよね、はい、あれと違って沖縄はそのレとラを抜いた琉球音階とか沖縄音階って呼ばれるものがあるんですけど、で島唄は全部レとラを抜いた音階で作られてるんです。あそうなんすか。沖縄の歌だからレとラを抜いた琉球音階で作って構成してるんですけど、唯一この宇治の森であなたと出会い宇治の下で千代にさよならという下りだけ本土の、はい、レトラも入った音階で作られてるんです。なぜなら本土の犠牲になったわけやから本土の音階でここはメロディーをつけましたっていう宮沢さんがおっしゃってた、すごっ。つまり、はい、歌詞があって、はい、音楽があって、はい、どちらも大切なんですけど、はいはいはい、その歌詞がどういうふうに歌われるべきか、どういうふうに響くべきか、その言葉がそこまで
まあ、考えるわけですよね。特に宮沢さんはそういうことに対してすごく考え抜いてる方なんですけど、まあ、我々がだから文章を書くときもですね、うん、必ずこれは読者が読んだときにどういうリズムで、うん、響くのか、はい、どういうメロディーとして響くのかっていうのを考えないとダメなんですよ。言葉と要は詩とか言葉と音楽っていうのはもともとすごい近くて一緒やったんです。だからボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した時に割と賛否巻き起こりましたよね。うん、いや歌手だろうと、うん、小説じゃないだろうと、うん、だけどボブ・ディランが書いてる歌詞っていうのは詩というのは素晴らしいものやし、もともとそういうものは小説も、エッセイも詩歌も全て発生されることを前提として書かれてたんです、かつて。でそれを未だに、まあ、二極化して書くだけのものと、発生するだけのものになったけど、もともと一緒やったわけですから、ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞することに対してシャレ公演万博としては全く不思議に思わない。いや聞き入っちゃったの先生今日すごいいいな。だちょっとこううまくまとめられなかったような気もするんですけど、要は文章とか詩というのはリズムがあってメロディーがあって、うん、歌とすごく近いと、うんうん、その言葉がどういう響き方をするのかっていうことを意識して書かないといけな い,、はい、いや先生、はい、今日すごくかっこよく見えました。本当ですか、はい、ありがとうダサ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。児玉智博です。なんでシャレコウベ万博ういや、違いますよ、万博ううじゃないでしょ。なんですかそれいらないです名前。